はい。今回は椎名林檎についての多くの人が気になる噂ということでですね、調べて、お伝えしていこうと思います。この、歌手の、椎名林檎っていう人に関してですね、多くの人が、気になる、内容、噂っていうことがありまして、分かっているものもありますし、ちょっと分からないものもあるんですよ。で、こういったものを、気になる方が多くいらっしゃるかなということで、そちらをですね、いろいろ考えて、調べたことを、お伝えしていきますので、一つでも、気になっていただくことが、あれば何よりですということで、今回もよろしくお願いいたします。まずですね、この椎名林檎っていう、方のですね、この本名が、これなんていう名前なのかということで、これ調べればわかるんですが、椎名林檎が本名ではないんですよね。椎名由美子っていうのが本名で、この由美子っていうのが林檎って書いてるっていうことなんですが、このジャスラックっていうのに登録するために、その登録の際に、なんていう芸名が必要だったっていう、ことみたいなんですね。で、この椎名由美子ではなく椎名林檎にした、なんで林檎なのかっていうと、もともと本人が恥ずかしがり屋の性格で、友達に林檎と呼ばれていたことから、林檎という芸名を取って、今現在椎名林檎っていう名前で活動されていると、言われています。そしてですね、注目度が高いのがここら辺なんですが、椎名林檎の今現在の年齢が何歳なのかと、あとですね、この血液型が何型なのかとか、こういったものも気になる方がいらっしゃると思うんで調べてみたんですね。椎名林檎の誕生日がですね、昭和53年11月25日生まれっていうことが分かってるんで、こちらですね、今現在の年齢が45歳ということになります。おそらく、昔から大人っぽかったって、この人人気があって、知名度がありますから、注目されてるんですけど、昔から大人っぽかったっていうことで、年が何歳なのかって、そういったところに関心がいくんじゃないかなと思うんですね。ただなぜなのかっていうのは分からないんですが、昭和53年11月25日生まれっていうことで45歳っていうことが分かると。で、血液型も調べられるんですが、O型っていうことが分かっております。で、ここら辺からですね、またちょっと分かりづらい、そういったところを考えていくんですが、椎名林檎の生い立ちが何かと、あと、お嬢様っていうこの人噂があるみたいなんですよね。あと、音楽活動されてますけど、20代はどのような活動をしていたのかとか、そこら辺に注目点が集まるんですが、まず生い立ちから考えていきますが、椎名林檎の生い立ちっていうのは、お父さんがですね、外資系石油会社に勤めていたっていうことが分かっており、その関係で何度も何度も引っ越しをしていた過去があるっていうことが分かってるんですね。で、おそらくなんですが、僕はこうかなと思ったんですけど、外資系石油会社に勤めていたお父さんがいるっていうことから、お嬢様っていう噂が出たのかなと思うんですが、はっきりと分からないんですよね。このお嬢様っていう噂を、あるんですけど、普通の家なのか、お嬢様なのかっていうのがわからない。ただお父さんが石油、会社に勤務していたっていうことが分かっているっていう、そんな感じだと思います。で、さらにですね、椎名林檎が20代、どうしてだったのかっていうのも、これも先ほどの年齢と関係してくるかもしれないんですが、椎名林檎っていうのは20歳で、幸福論っていう、歌で、デビューして、で、そこから活動されているんですが、なぜこの20代に注目が入るのかっていうと、おそらく26歳の時に東京事変っていうバンドを結成して、でそのバンド8年で解散してるんで、こういったところが椎名林檎の20代っていうことなのかなと、思うっていうことで、ちょっと、調べてみました。で、さらにいくつかまだあるんですが、椎名林檎の兄弟についてっていうことなんですが、この椎名林檎っていう人は一人お兄さんがいるんですね。椎名淳平っていう、お兄さん、シンガーソングライターをしています。で、これもなぜ、椎名林檎の兄弟っていうのが注目されるのかっていうと、椎名林檎と椎名淳平っていう兄弟で、歌を出したことがあり、何曲もね、そちらからこの注目される、噂なんじゃないかなと思います。で、最後にちょっとわからないんですけど、わからないんで調べたんですけど、ちょっとわからないんですいませんっていうことなんですが、椎名林檎がハーフなのかっていう噂があるみたいなんですが、ハーフかどうかっていうのは分からないんですね。なんでこうやって噂が出たのかっていうのも分からないんですけど、こういうことが気になる人がいるんですが、分からない、ハーフではないかもしれないし、ハーフなのかも分からないんですが、どこにもそういったものに関しての情報がなかったんで、ちょっと分からなかったっていうことです。で、今回はこの椎名林檎っていう歌手がですね、について、多くの人が気になる、噂、分かるものと分からないものっていうのがありまして、一つでも何かしらご参考になっていただけるものがあればと思いまして、調べてお伝えしてみました。今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。